はい、こんにちは、マオです。この動画はスト2のエボチャンピオンである私マオが第一世代しかやったことないところから皆様調教師様のアドバイスで成長しトッププレイヤーと上り詰めるシミュレーションゲームです。はい、いよいよチャンピオンとのダンテさんとの対戦が来ましたので対戦していきたいと思います。はい、ハジさんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、何を使ってくるのか全くわからないので何を最初にポケモン持ってきたらいいと思いますか？ここはもう負けること覚悟で誰にも狐にはねやっぱ期待してないんだよね。ごめん申し訳ないけれども、しかもあの狐ってあれでしょ、なんか序盤に出てきたやつです。はい、進化系ですか？序盤からずっといて、うん、もうほぼ使わずに10戦もやってないですよ本当に。ああ、努力値も全然振られてないと。そういうことやね。うん、にやりと待ってたぜと。最高です、最高でございます。ただこれ主人公とチャンピオン見比べたときに、なんでこれチャンピオンとかにこれ風が吹いてるんですかね、これね。まあ多分その画面外にちょっとあるんだと思います、扇風機みたいなのがで全くこっちは髪の毛揺れてないんで、あっちなんかやたら揺れてるのなんなんやろあれ。さあ何ですかねあらまあブラックナイトイコール無限ダイナみたいですね。チャンピオンが戦うところを俺が見るの。でもこれ多分全然ダメなんですよ。あ、チャンピオン捕まえようとしてんねや。うん、なんか捕まえようとしてんね。いやいやいや、そんなモンスターボールじゃ無理だって。チャンピオン甘いっすよね本当に。いや、それでなんかあわよくば自分のものにしようっていうね、その下心がもう見え見えですよこれ。おお、破壊した、破壊した。全然ダメ。いやもうね、申し訳ないけどチャンピオンはねその器じゃなかったってことですよ。そういうことやね。やっぱりここはね、この主人公のやっぱマオちゃんがね、やっぱりこれちゃんとそう捕まえてなんぼですよ。しかも襲ってきたのに俺のとこに襲ってきたってことかな、これは、うん、いや、やっぱりだから認められてるんですよ、やっぱり。え、これは何？レンドールは、レンドールは違うかもしれんな、でもここでちょっと出すの間違ったかもしれんな、これちょっとわかんないんだけど、わかんないんだけど、まあ、何が通るかも全くわからんすね。じゃあ、とりあえず大爆発しとく先生でね、先生、とりあえず大爆発しときましょう、もうここは先生でね。あー、なんかもったいない体力がもったいなさすぎでしょ、これで大爆発は。さあ、どんだけ減る？ 14、ここ14ですよ。まあ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 、頑張った頑張った、かなり頑張った。使いどころはちょっと早すぎだけど、ポケモンね、倒したらガノかな、捕まえたらガノかな。でもこれ、まあ、捕まえれないでしょ、こんなの。見ての通りね、見ての通り、うん、これ、まあまあ減ったでしょ、うん、こんなんで終わるわけないんですよ。あ、そうやね、そういうことなんですよ。そうだからちょっと温存しとかんとやばいかも。温存してなかったです。あー、ほらもうこれ減りすぎじゃないですか、効果今一つでもこんだけってことは。そうやな、うん、これすぐ終わるわけないんですよ。さあこの後何が起こるか。まあラスト一発、急所に当たった。このポケモン、こいつなんか通らんすね。うわうわうわ、来た、うわ強え。え、まあ順番に出していきましょう。はい、ごめん、本当に捕まえれるのかなこれ。まあでも多分捕まえて、じゃあ電磁波でとこが、あ、通るんや、ちゃんと通るね。うう、よし、これで先制取って、ハイバーボールでしょ。あ、せね、あ、いけんすかですよね、じゃあ倒すのね。レベルちゃいます、レベル。いや、何でも捕まえるようになってるから、もう今は。ってことは、今はもうイベントへってことやから。イベント戦だから、これは違うんだね。うんうんうん、うんうん、はい、ほんでこれで絶対終わりなわけないんですよ、絶対。ほらほら、倒れてないね、倒れてないね。うんうん、まあ倒れました、倒れました、倒れました、倒れました。え、でも、待って、え、終わったかな。ほらほら、見てください、ほらほら、明らかこれ生きてますよ、まだ。本気、本気モードやで、これ。うわ、お、岩が浮いてるよ、吸い込まれるんですか。
だいぶやばい姿になってるよ。手みたいになってるやん。手、ちょっと待って、待って。対戦したら困ります。今対戦したら困ります。対戦する気満々なんで、なんかこの二人。あ、二人がかりで行くんや。へえ。無限ダイナが現れたの。これか。いやー、ちょっと待って。いや、なんで生きてる？完全間違ってるでしょ、これ。やるぞ。なんで、でかすぎるぞ。うん、いいから、あの、あー、プレッシャー、攻撃力落ちた。さあ、どうします？イカ様。効くんすかね。まあ、やってみるしかない。そのターンに相手がすでにダメージを受けていたら威力が2倍になる。2倍になったところでな、相手の攻撃が高いほどダメージが上がる、上がりそうだよね。いいじゃないですか。うん、いいかも。力溜め込んでるだってよ。え、わざわざ捨てないって、あのなんか冒頭あのあれじゃないですか。ということは、え、どうすんのこれ。相手らが来るんじゃない。ああ、そういうことか。うん、ああ、ほんまや。ここで藤田剣がなんか蘇るんですか。ただ道具が使えないから、うん、まあとりあえずターンを消費して、うん、あ、来た来た来た。いや、ボロボロっすね。わかった、任せて。両方とも同じやないけ。うん、ボロボロっすよ。ボロボロだけれども、この無限ダイナに備えて持ってきたこの剣と盾が何、奥に何があるの。ああ、これあの拾った場所ですね。の奥にある、あ、一番奥で、あ、これなんや。これが伝説のポケモンか。おお、来た来た。これはもう幻じゃないですね。もう幻じゃない。うん、ね、幻じゃなくても普通に伝説のポケモンですね、これは。うん、うん、現実の伝説ですね。ってことは何なの、この無限ダイナー、まあ、ブラックナイトは、うん、そうか、だからこの2体の伝説のポケモンのおかげで沈められたっていうのが伝説としてあるわけですよね。そういうことだね。で、これを、これが再現されようとしてるわけ。そうやね、今ここでね。きゃー、はい、で、こう振るんだけど、かっこいい。ってことは、これであれか、あの、剣と盾か、ほら。要は、持ち主のことに帰ってきたわけですよ。そういうことやね。うん。なんかポケモンらしくないなんかすごいことなってるんやけど。第8世代のポケモンはすごいんだね。すごいですね。はい、もう第1世代から比べたらもう本当に、お、装備がすごいね。こうやってかっこいい。剣の方はまだわかるけど、剣の方はあれ加えてるだけっすね。あれゾロの三刀流の3本目の剣ですね。そう、口に加えてるやつ。はい、あ、まああれで使えるみたいですね。そうだね、俺も隣にポケモンなんかちょっとあの古文みたいな感じになってますよこれちょっと姿似てるし、なんかちょっとあの伝説のポケモンちょっとあの目指してますみたいな感じのそうだね、ちょっとあの、うん、闇に落ちちゃったのかな、もしかしたら。こういうのちょっと残念ながらその域になった。こうやってないと攻撃していいのかな真面目にやっていきましょう。はい、遠吠えね、ありがとうございます。攻撃力積むわけですね。あ、これは防御か。ありがとうございます。うん、大丈夫もないっす。やっぱでも結構減るわ。大丈夫ないっす。うわー、攻撃なんだ。え、全然減らへん。てことはこれあれやな、無限ダイナか。ポケモンがなんかちょっと頑張ってくれんと、これかなり削れんすよ、このままやったら。とりあえず伝説のポケモンは、うん、今バフは巻いてくれたんで、あの要は攻撃力アップとかね。そうだね。うん、あと何してくれるか。トンボ狩りしていいあ、まあそうっすね、ちょっともうバチライっすね、ちょっと。しかも無限ダイナ使えないから地道にやるしかないからね、うん、あ、ほらこれですよ。あ、結構下手。やっぱだから耐えてやっぱ伝説のポケモンがメインのアタッカーっすね。そうだね。え、何これ？ステータス。うん。うわ、書き換えた。回復してあげようか。どうなんやろう。さあ、何出しますこれ？もう普通にエースでいいんじゃないですか？
そうですね、まあそれしかないですよね。ただポケモンタイプ、多分タイプがないんだろうねこいつ。ああ、そうなんかな。無限大な、ここ今ダイマックスできないんですね。できない。ああ、減ってる減ってる、でも頑張って減ってる。まあ自分もバグに与えつつ、うん、すんごい傷口使えるかな。ダメだ、相手には使えんね。あー無理なんだ。ほんじゃあここは火炎ボール行きましょうか。まあ最強技なんでね。あれ、あれだから回復しない、俺では、ま、守るだけでいいのかな、もしかしてこれ。あー、だからやっぱそうなんですよ、やっぱりこの真ん中の2体がメインのアタッカーやから。あーやっぱ強いな、やっぱだから耐えなあかんってことですね。耐える方か、うん、攻める方じゃないんだな。ほらやっぱ全然減らんすよ。ダメだね、うん、あと 2,3 ターンで、じゃあここは耐える方向でいきましょう。耐えるポケモン戦う、耐える方向で言ってもポケモンなったっけな、そんなもん。あったあった、穴を掘るだターンを稼ぐやつね。そう、ターンを稼ぐやつ、うん、これでいこう。まさかの使い道です。いや、いいダメージ出る。いいね。あと2ターンぐらいかな。1ターン2ターン、ね、2ターンぐらいだね。特性って、あ、うわっ、あー、オッケー。なんかだからあれっすね、相性的にいいっすね。なんか相性っていうか、うん、なんだろうね、なんかようわからんね。タイプはだからあるんですかね、やっぱあるのかな。うん、じゃあ時間稼ぎます、これ。時間稼ぎましょうか。ないし、はい、ないじゃないですかあ、あーそうだ、剣の前に変えたのか。変えた、あー、だ、覚えてたけど変えたんですね。しまった、もう本当に しょうがないですね、これ。いや、地震で全員巻き込んじゃおうか多分それ、多分絶対やばいことになると思うんですよそうか、地震はこういうバトルでは、そうか、全部に聞いちゃうよ。ゆっくりやっていこう。はいはい、どんどん連打、もう連打だね、これは。もう多分あれ、あ、ちょっとなんかなんか時間稼ぎなんかデースもやってるんですけど。時間稼ぎやってるね、それやめてね、うん、もうやる気なしでしょこれ。あ、選択死にましたよ、ほら。いや、死んの、まだいるから。ああ、そうか、次出るのか。ああ、神子ちょっと役に立ちそう。ちょっと役に立ちそう。じゃあ剣の前にあげたろか、お前。あげれんのか。じゃあ俺あげたろ、自分で最大にドーンと上げたろ。そうですね、やっぱり光の壁がなくなったから。そう、あ、光の壁か。あ、あ、死んだ。いや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 、いや、これはちょっと自分でなんとかせなあかんくなりました。どうにかしとるよ、カビゴン、カビゴン、どうにかしてる。あいつ強いぞあれ、ノーマルポケモン、まあ、え、ってことは、そうか、え、ノーマルが効く、ノーマルが効くの。でも今地震で積んでるから、でも結構今いい感じ、鶴舞やってるでしょ。鶴舞やってる。あ、じゃあ結構物理攻撃でいい感じでいく。あ、それで最後とどめ刺すか。あー、結局積んだのがほらこれ消えるんですよ、やっぱ。そうやね、うん、うわ、こういうとこがね、バーさん持ってないんですよ。カルゴン行っちゃったもうホップくんのええとこ、やっぱ一番ええとこ取ったんですよこれ今だ。しかもトルメ刺したホップくんではなくて、なぜかマウサが捕まえるっていうね。これモンスターボール入れていいのこれだからあれでしょ、絶対捕まえるやつでしょ、だって。そう、多分イベントで捕まえれるから、なんか貴重な。え、でも言うて20年しかない。じゃあ記念、いや、あるよ、だから記念にやるか、それともなんか見た目ええやつでレベルボールしてレベルかとかで、ラブラブボールとかさ、性別あ関係ないし、でムーンボールとかするで、ゴージャスボールでしょ。あ、でもこれほら、とても仲良くなりやすくなる。無限大だと仲良くなりましょう。そうだね、じゃあ長くなりましょう仲
よくなれんのかなこいつ。え、だってこいつあれでしょ、カレー食うでしょあそこで助けあげるためにカレー食うでしょ。だいぶやばいでしょこれ。違うってフォームの端からかかなこのボールじゃねえ出て仲良くなりたくない。あるほらイベントやから多分これ、うん、まあイベントするでしょ。これも普通にモンスターボールが良かったのかもしれんけどね。あ、でもでっかいっす。まあ でかいのはもうあのやってますんで。でこれでポーンって弾けたのが最高なんです最高なんだけどね。うん、まあそんなこともなくまあそうですね。いやさすがですね、やりましたね。やったね、うん、ホップくんいいの俺もらっちゃっていやそれは僕も思った。明らかホップくんの手柄やけど。で悪いけど1匹死んでたそれで。いやそうそうそう1匹あいつ死んでたんやけどな。これなんかちょっと俺らなんか役に立ってるみたいな感じ出してるけどあれ片方死んでますからね。あれ申し訳ございません本当にこれ MVP 明らかホップくんでしょ。はいそうですね、あのカビゴンですね。はいちゃんと、うん、うちらがなんだかんだ入れ替えてる間になんかね、うん、はい。あでもこれであれや一区切りついたわけですね。だからあのガラル地方を壊滅しかかってたのが。そうですね。あだからユータも捕まえたってことは制御できたってことですよこれでね。うんそうやね、制御したってことだから、うん、伝説のポケモンどこ行ったじゃん。うん、あそうか、だからこれまたあれやな、いろいろ終わった後のやり込み要素で多分あいつらとまた戦うかも。そうやな。うん、まあ、とりあえずまあでもストーリー上あの伝説ポケモンが、まあ、活躍してくれて。そう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 、うん、で、無限ダイナを無事制御できたと。だからもうあれか、ここまで来てようやく最後じゃあチャンピオンと戦うって感じかな。あいやー来ましたね、マオさんとうとうですよ。ようやくですよ。ようやくだけれども、ようやく無限ダイナってどこにいるの。ボクスかな、ポケモン。じゃこのキツネマジ、あほんまや、わもういきなり60ってもう即戦力ですよねこれ。毒ドラゴン、毒ドラゴン。まず何覚えてるんですか技。はあ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 、あこのダイマックス層が強かったんですよね。100100、うん、